こんにちは、動画ファンの成田です。今回はスマホから YouTube に動画を投稿する時の編集の必要性についてお話しいたします。それでは早速、まずはこちらの動画をご覧ください。では動画のアップロードになりますので、一番上の動画のアップロード、こちらをタップしてまいります。そうするとこのような画面が表示されていて、上はビデオカメラのマーク、そして下にスマホに入っている動画が一覧で表示されております。でここでこのビデオカメラのマークをタップして、ここからカメラを起動して動画を撮影して、そのまま YouTube へアップロードするということも可能なんですが、これは私の個人的な意見ではあるんですけれども、ライブ配信とかでなければ、基本的には動画編集アプリを使って編集をした動画をアップロード投稿することをお勧めしておりますので、カメラを起動して撮影をするというのは今回は割愛させていただきます。でこの下、この左上のこちらですね、すでに動画編集アプリで作成済みの動画がございますので、こちらを YouTube にアップロードしていきたいと思います。こちらは以前私が投稿いたしました、スマホから YouTube に動画をアップロードする方法の解説動画になるんですけれども、カメラを起動してここから動画を撮影して、そしてアップロードができるというお話はしたんですが、現在このカメラの機能はなくなっております。しかしこちらの動画には時々このカメラのアイコンがないんですけどというコメントをいただくことがあります。ここから撮影できるカメラ機能はなくなったんですよということをお伝えするのと同時に、動画の中でもお話ししておりますように、未編集の動画というのはよほどライブ配信などではない限りおすすめしておりませんということもお伝えしています。なぜなら YouTube は現在動画の質がとても重要だからです。私が YouTube を始めた頃などは、正直な話、動画そのものは適当でもなんとかなっていたという時代もありました。まずは何でもいいから動画をとにかくアップすることが重要とされていたんです。とにかく本数をアップすることが大切だったので、質より量だったんですね。しかし今は違います。 YouTube はとにかく視聴者ファーストになっておりますので、視聴者さんが面白いと思う動画、見たいと思う動画を投稿することが、つまり YouTube にとっても良い動画であり、多くの人に見てもらえる動画になりやすくなるんです。そこで無編集の動画を見たとき、皆さんはどう思いますか？無編集だけど滑らかに話していて途切れることもないとか、無編集だけど最初から最後までずっと面白いという動画なら良いかもしれません。しかし動画撮影をする人の中に、カメラにずっと慣れていてカメラの前でもスムーズに喋れるという人はなかなかいないと思いますし、かく言う私も未だにカメラの前でも噛んでしまったり真っ白になってしまったりすることばかりで、無編集でもずっと面白い映像を撮り続けることができるというのは実はなかなか稀なことなんですよね。例えば動物動画なんかは良い例だと思うんですが、飼っているペットちゃんの動画を撮ろうと思った時、そのペットは思い通りには動いてくれませんよね。1時間ほどカメラを向けて、そのうちの数分もしくは数秒が可愛い瞬間だったりします。ではいつ訪れるかわからないその数分数秒のために1時間動画を見てくれる視聴者さんっていると思いますか？また自分は見たいと思いますか？多分あまり見たくないのではないでしょうか。しかも可愛い瞬間に分かりやすい効果音やアイキャッチ、テロップが入っている動画は視聴者さんももっと楽しめますよね。このように視聴者さん目線で考えてみると、無編集の動画というのは見てもらえない可能性が高くなるということに気づくと思います。そのようなあまり視聴者さんが最後まで見てくれない動画、 YouTube アナリティクスでは視聴者維持率という項目でチェックできるんですが、そのような動画が多いチャンネルというのは YouTube から見ても良い動画があまりないチャンネル、イコールあんまり良くないチャンネルなのではと取られてしまい、せっかく面白い瞬間が映っている動画を投稿していてもおすすめに表示されなくなったり、あまり多くの人の目に触れられなくなってしまうチャンネルになってしまうんです。カメラ機能を使ってアップと同時に撮影できてしまうのは一見楽
チンで効率が良いように見えますが、 YouTube チャンネルを運営していく上では全く効果的とは言えません。多くの人に面白い動画として見てもらうためにも、 YouTube に投稿する動画はきちんと編集をして投稿するようにしましょう。私、動画ファン成田が監修する4週間と短期間で動画編集スキルが身につく動画編集オンラインスクールのお知らせです。初心者さんでも使いやすいと評判の動画編集ソフト Fimora を使って、専属コーチがマンツーマンでサポートしてくれるオンラインスクールとなっています。この動画編集スクールに関するオンライン無料説明会を開催中。動画編集に興味のある方はぜひ概要欄のリンクからお気軽にお申し込みください。今は無料で使えるスマホの動画編集アプリもたくさんあります。過去、私動画ファンではインショットという動画編集アプリの紹介もしております。よろしければこちらの動画も参考に動画編集にチャレンジしてみてください。それでは今回は YouTube にスマホから動画を投稿する時の編集の必要性についてお話しいたしました。この動画が分かりやすかった、役に立ったという方はぜひ高評価ボタンをお願いします。またこの動画へのご質問やリクエストなどもぜひコメントをくださいね。さらにまだチャンネル登録をしていないという方は、この機会にぜひチャンネル登録もお願いします。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。